夕食シャンクシャンクチャンネルのさなみです。今日はフィッシャーズさんっていうグループの YouTuber 有名な方がいらっしゃるんですけど、その方の釣りボム、お風呂で遊べるバスボムですねをやっていきたいと思います。このバスボムなんですけど、これ見てもらったら6種類があるんですね。サメ、ピラニア、マグロ、長靴、リュウグウノツカイと、あとシークレット。で、入浴剤の中はさっき言った6種類以外に釣り竿が入ってるみたいで、こう出てきた時に釣り竿で魚とかを釣るっていう形になるみたいです。では早速入れていきます。この入浴剤の企画が少なくともサメとシークレットを当てたいので2日以上はするんですけど、今のところ7個あります。なので1週間は撮影しようと思ってます。準備準備ができたので今からこの中にバスボムを入れます。これ自撮りなんでかなり撮るの難しいんですよ。ここの範囲でどうにかやっていきたいと思います。これが釣りボムですね。これバスボムの中に釣り竿入ってると思ったら、こう別で入ってるみたいです。大きさ分かります？これ手のひらいっぱいですね。釣り竿も準備しておきましょうか。これどこ行った？じゃあこれ釣り竿を刺します。できました。じゃあこれを入れていきます。ちょっと1日前からシークレット当てるかもしれないです。綺麗な青の見た目もいいですよね。思ったより溶けるの早いですね。そろそろ浮いてくるんじゃないですかね。お、来た。なんて言うんでしたっけ、浮き輪をすると魚がついてくるんですね。難しいこれ。いやー、あ、いけた、いけました。おお、やりました。1日目からサメが釣れました。サメ愛が強すぎて1回目からやっちゃいましたね。あと6日でシークレットを当てたらいいだけですね。これ飾れるようになってるみたいなんですよね。これを刺したら、お、わ、めっちゃ可愛いです。これフィギュア代わりにもなるってことですね。確か値段結構ね高かったんですよね。600円ぐらいしたんですけど、でもこれだけちょっとできよかったらその価値あるかなと思いますね。だからはシークレットが当たるように頑張って釣っていきます。チンヨトモロー。はい、では2日目ですね。じゃこんな感じのサメでやらせてもらっています。じゃ早速入れていきます。ほんまに取りにくいですからね、これ。お、いけました。 お、いけました。釣り上げます。いきますよ、せーの、じゃーん。ちょっと見えてましたね。わ、なんかまだついてる。いけますよ、せーの、よいしょ。おー、これはブリ。あ、マグロですね。はい、結果はマグロでした。はい、3日目、今日も入れていきます。はい、ちゃんと浮きが出てきたんですけど、ちょっと疑問があって今日はそれを試したいと思います。で、トキ君からどうぞ。緑の水に入りたい。じゃん。この海の生き物バスボールを入れたいと思います。この海の生き物バスボールがダイソーで売ってたんですけど、確かね一回使ったことがあって中身が黄色だったはずなんですよ。この青いバスボールも大きかったんで、ちょっと3つ入れます。はい、とりあえずこれ釣ろっかな。
きます。3、2、1、はい。何これ？ん？これピラニアかな。今んとこ3日間でかぶりなしですね。まあ、まだシークレット渡ってないのでまだまだ続けます。はい、3日目はピラニアです。お湯どうですかね。気持ち緑になりました。お、タメもいるんですよ、当たれば。ん？ペンギン？あ、サメがいました。めっちゃよくできてますね。100円均一と思えないぐらい。それじゃあ4日目です。今日も入れていきたいと思います。さあ出てこい、シークレット。シークレットはマンボウに間違いないです。 OK。 じゃじゃーん。なんか見たことある。なんでこの子いつも青いのついたままなんでしょう。出てきました、マグロです。これね、袋見直したんですけど、よく見たらこれサメとピラニアとマグロが今のとこ当たって、でこのレア2つ長渕と竜宮の使いとスーパーレアのシークレットですね。これ3つも当たってないんですよね。なんで今日も2つ目入れちゃいます。いいですか？よっしゃ、行きます。来い、シークレット。はい、じゃあ最終日ですね。で最終日はなんと、4つ開封していきます。早速この中のシークレットを出していきたいと思います。はいはい、さよならドラえもん。はっ、はい、さあどんな気持ちですか？釣ります。いけたー、いきます。せーの、はい、はい、じゃあ釣ります。はい、いきます。せーの、はい、いきます。せーの、はい、サメー。それでは最後ですね。よし、最後こそシークレットを釣ります。頑張れ、いきます。せーの、はい。これはフィッシャーズのマークですね。これファンの方はたまらないんじゃないですかね。はい、じゃあシークレットは当たってないですけど、皆さんのお楽しみに取っておくっていうことで終わりたいと思います。サメとシークレットを狙って10回フィッシャーズの入浴剤をやってみた結果、こうなりました。はい、では私はゆっくりお風呂に浸かりたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。カルビーのお菓子でサメの歯札幌ポテトがあるんだよ。ふわっとシャクシャクしたシャークな食感、黒胡椒がアクセントになった気持ちが冷めない美味しさ。みんなもぜひ食べてみてね。